はいどうもフランケンジです。久しぶりです。今回はですね、今度来月ですね、もう1ヶ月ないんですけれどもね、やばいことに11月の24日からですね、新宿の丸いアネックスという建物の中にある3階だったかなにあるヒューメニーさんという雑貨屋さんがあってですね、その一角で個展をさせていただくんですけれども、その DM に使ってるイラストの、案内ですね、メインビジュアルみたいなイラストのメイキング動画になってます。はい、でテーマがお家なので、で展示タイトルがお家と家っていう、もう家尽くしみたいな感じの内容にしようと思ってる個展なんですけれども、もしよかったらぜひ遊びに来てください。個展、結構展示会界隈に馴染みのない人にはちょっと個展って言われてもピンとこないと思うんですけれども、個展、展示会っていうもう 大きなカテゴリーがあり、そこからね、枝分かれさせていくと、企画展だとかグループ展だとか個展だとかっていうんですけれども、結構個展ってさ、みんな展示会っていうと個展って言いがちなんですけど、個展って全部一人でやってることを個展って言うんですよ。だから要はもう俺その空間全部俺の作品だけで今回させていただくっていう感じなので、いつもの俺の展示会とかイベントだとか催事だとかよりちょっとスペシャル感があるので、ぜひ遊びに来てください。全部一人でやらなければならないということはですね、集客もですね、ほとんどこのヒューメニーさんという雑貨屋さんでも協力いただいてるんですけれども、基本的には俺一人で頑張るっていう感じになってますので、もしよかったらぜひ遊びに来てください。もうめっちゃね、人来てくれるか不安で仕方ないんですけれども、頑張りますので。一応ね、そのおうちテーマの絵の作品原画をバーッと並べる展示会にしたいんですけれども、多分20点ぐらい描きたいな。20点ぐらい、俺にとっては大きな絵。10×10、もしくは、大きくても 20×20 とか、そんぐらいかな。そんな感じの絵の展示会をバーッと原画並べて、で、あと、おうテーマにした、画集を作る予定なので、で、その画集、その画集に収録されている作品を並べるみたいなノリなんですけれども、で、あとは、とりあえず作品が仕上がり次第、グッズを仕上げていく、作っていくんですけれども、おうち系のグッズを中心に作っていくと思います。もちろんみんなね、分かってる、俺の絵はおうちなんかとか子供なんかより動物が見たいっていうことは分かっている。なんで動物の絵もちょくちょくあると思うんで、もしよかったらぜひ遊びに来てください。11月24日からですね、2週間、12月6日までやってますので、よかったらぜひ遊びに来てください。俺もね、まだ材料多分できると思うんですけれども、常にいるってわけじゃないですよ。2週間ずっと常にいるってわけじゃないんですけれども、一応期間中にちょくちょく遊びに行きたいと思ってますので、一応そこら辺の告知は全部ツイッターにてしていきたいと思ってますので、よかったらツイッター概要欄から見に行ってみてください。はい、って感じですね。へえ、久しぶりのメイキング動画になっちまったよ、また。とりあえず近況を話すとですね、もうとりあえずこの個展の準備とか展示会、今ちょうど今夜の0時までなんですけれども、ミニ原画展っていうテーマモノトーンでの展示会もやってる、企画していてですね、今通販をやっているんですけれども、それもね、お化けのちっちゃい絵をね3点出品してるんで、よかったら見てくださいみたいな感じなんですけども、ツイッターに詳細ありますので、ついでに告知をしていく。そう、そんなこともあり、あと車を買っていろいろと乗り回してたりもしてるんで、ちょっとね、マジで余裕がなくて、全然。主にね、てかね、やっぱね、個展があるってなると、なんかね、もう常に大きいタスクが片隅にあるみたいな状況だから、もうね、メンタル的に落ち着かないんだよね。わかるかな、これ。なんか映画とか見ててもこれ見てる場合じゃねえんだよな、みたいな感じで、なんかね、新しい映画もね、あんま見れないんだよな。なんか、ネットフリックスとかで見てないんだよな、最近。ち
ちょっと前にあのミュータントタートルズのアニメを友達と見に行ったぐらいで、最近マジで全然映画とか見えてなくって、本当に毎週呪術廻戦のアニメはちょっと一話見るぐらいな楽しみぐらいしかないぐらいな感じの生活を送っているんですけれども、で一応朝活で車の DIY をしてみたいな感じで、車中泊の環境を整えてみたいな感じでやってるんですけれども、あ、そう、俺前動画上げた時どこまでやったっけな、話したっけな、一応車が届きまして買いまして、そこまで話したか、さすがにでいろいろとドライブに行ったりもしまして、であのね、金沢まで、あの金沢のイベントまでね、友達を乗せてあの出店しに行ってですね、そこで車中泊も決めまして帰ってきてみたいな感じで、あの車の中もですね DIY がたくさん進んでおりまして、あの俺があの快適に寝て過ごせるぐらいな感じの環境を今整えてまして、でなんかもうね、個展を終わったらなんか俺放浪したいんですよあのこう車に乗ってですね、あの車中泊しながらもうなんかもう自由気ままにこうのらりくらりとしたくって、でその準備もしつつみたいな感じなんですよね今。まあ朝活でやってるみたいな感じなんですけれども、まあそれで寒さ対策とかもしつつ、今ねとりあえずまあ寝れるベッドはできて、で軽く収納できる棚みたいのも作って、でテーブルもつけたんですよ。でもちろんカーテンもつけて、あの寝るときは周りから見れないようにしてですね、で今朝あのなんかね、なんつんだろう、天井収納みたいなのをするために、あの車の天井の横にサイドバーみたいのをつけるパーツを注文したのが今届いてて、でまあそこに照明を巻きつけて、まあ明るさ確保もしようかとみたいなノリの状態で、で、あれなんですよ。一応その DIY やってる動画も撮ってるんですよ。地味に地味にその DIY やって DIY やってる模様もあの地味に撮影してるんですけれども、多分ねこのねメイキングとかでも全然あの簡単にそれアップできそうなんです状況なんですけれども、あのいかんせんね、あの肝心な車を買いました動画はまだ撮ってなくてですねやっぱそこから行きたいじゃないですか、車を買いましたみたいな動画をちょっと撮りたいから、あのそれを撮った後アップしたら、あのいろいろ動画がまた進展していくと思うんですけれども、でも、ね、とりあえずそれよりも先にですね、まあ、近況を今語り終えたところで、あの古典の作品をですね今もうたくさん書いてるんですけれども、頑張って社会機と、まあ、それに当たってあのメイキング動画が必然的に増えていくっていうあの現象がこれから発生していくと思うのであのメイキング動画の投稿頻度は急に増えると思います。多分明日もハロウィンのあのお家描いたお家の絵をハロウィンの狙したあのそういうの投稿したいですし、あのなんか他にもね、あ、何点か今描いてるんで、もうすでに撮影済みみたいなあのやつもあるんで、それもねちょくちょくアップしていきつつみたいな感じなんで、ちょっと YouTube がねこの年末は賑やかになっていくと思います。はい、まあ、個展が終わったらその車中泊をしながら、あの車の中で絵描いた動画とかもアップしたいですね。一応車の中で作業できるように、あのそのテーブルとかいろいろ環境を整えているので、いやなんか一応だけど、あの確か今年の抱負、確かなんだけど今年の抱負はあの YouTube を頑張るっていう抱負があったはずなんですよなんで、でも情けないことにですね、もうここ数ヶ月で動画投稿できていないという、しかも、その前も確か数ヶ月空けてる気がするっていう投稿頻度のレベルなもんで、全然ね、その水準に達してないので、ちょっと年末はね、頑張りたいと思ってます。ちょっとこれはマジで。てか、頑張らないと、多分みんな個展やって俺がやるっていうことを、分かってくれないと思うんで、気づいてもらえないと思うんで、頑張らなきゃならないんです、いろいろ。はい。通乗りの、ここ最近です。はい。いや、もうね、車の運転はね、1ドライブにつき、毎回1回発狂することになるんですけれども、なんか想定外のことが起きて。でもね、最初よりかは乗れるようになったんじゃないかと思います。高速はもうね、結構慣れまして、金沢までね、
あの片道あの多分9時間10時間12時間ぐらいかかったかなぐらい乗ったので、そのそれ往復やってきたから、あのね、そこそこ慣れていると思います。で、今週末のね、横浜のイベントに出るんですけれども、そこもあの前日に温泉入って車中泊して会場入りして、で初日どっかでまた車中泊して温泉入って2日目会場行ってそのまま車で帰るみたいなことをやろうと思ってるので、いやね、いろいろと夢が広がりんぐなんですけれども、はい、あのその空気も若干変わっていくようなあの僕の YouTube チャンネルをですね、あの引き続き楽しみにしていただければと思います。はい、ね、ようやくですよ、ようやくこの、あ、ようやく、あ、もうこれ完成しちゃう、あ、作品完成しちゃうんでここら辺で締めます。はい、じゃあ明日ハロウィンの動画もあげるんで楽しみに。続きで固定もぜひ遊びに来てください。今回ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、コメント、高評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは。